本動画をご覧の皆さん、お越しいただきありがとうございます。小竜祭です。本日は、アニメ「馬4」を振り返りながら、いろいろとお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。これは前回12話でも申し上げましたし、あと、<laughs> 前回12話ね、リフレクション動画ね、最初はリフレクション動画とかね、やり始めたときは、この工場にも違和感あったんですけど、でも考えてみたらね、12話だけ、毎週ご紹介してた。まあ、昔はね、昔だって、 ほんの数シーズン前かな。昔は毎回海外の反応なんてご紹介してなかったでしょうからそれをご紹介するのが当たり前になってで私的にもそれの収集とこうやって翻訳してご紹介してっていうのがこの流れめっちゃ楽しいなっていうねことになって定着化してきてそうすると12話見終わったらその12話のリアクションとかディスカッションであったことだけご紹介しないっていうのはそこだけぶつ切れてますからね。 なんかあって当たり前というかもうこんな形で最終話だけないっていうのはまあそれがなかった頃の方が今から思うと違和感ですけどまあそんな感じなんで今回主に12話まで見ての皆さんの反応とかのお話になりますで、えー、まず先に2期のね反応をザーッと申し上げますけどまあ前にもね申し上げたんですけどまあ状況としてはメディアがまず一斉に本当に各社報じているとものすごい どこ行っても見るというまあ、これはプロモーションにも相当資金が投入されてるでしょうから多分だけどメディア各社の方から自主的に取り上げてくれてる邪神ちゃん3期決定よりはやっぱりはるかに音量も大きければネットワークも広い場所を取ってあるとネットワークも広く隅々まで届けられてるという感じでございますんで大量のメディアがこの話題については取り上げておりましたでスレもいろんなところにいくつか立ってまして まあこれもね、馬娘2期見るときにまた拝見していこうかなと思ってるんですけど、まあ告知の状態はそんな感じで、そロご覧になったファンの皆さんとか、まあ全然ファンじゃない皆さんとかも、まあ反応様々でしたけど、めちゃめちゃ喜んでる方が8、7、8割少なくともいらっしゃいますけど、まあやっぱりね、1割、2割は全然ご存じない方の反応なんで、なんじゃこれみたいなね、冷淡な反応だったり、そもそも1期の時からあんまり 自分の好きな作品もしくは自分の全然興味ないジャンルの作品が盛り上がるとなんかわかんないですけどね、それはディスリに来られる方結構いらっしゃってそっちに資金が使われるのは嫌なのか話題が削られるのは嫌なのかわかりませんけどまあでもとにかく喜んでらっしゃる方の喜び方が尋常ではないというぐらいね盛り上がっておりますという感じですかねであとは 馬4のリアクションとディスカッションですけど、まあリアクションは相変わらず、ランダムランボープロダクションさんだけなんですけど、12話までやられて、3話まとめてあげられたんで、えー、拝見いたしました。まあ本当に面白いですね。特に11話、12話は爆笑でしたね。まあ本当にあそこに集中して投下したりじゃないんでしょうけど、まあ美味しいネタ、ギャグ、大量に詰まってて、特に12話ね、うん。あのゴールドシップの登場も含め、全体がもうずーっとギャグ、ボケっぱなしっていうね。 感じのリアクションでございました。で、ディスカッションですね。11話で休まれてた、あのね、ご自分からリマインダーを名乗り出られたアンコー・ロン・アンゴロさんですね。前回どうされたんですかね。次回最終回があまりにも寂しすぎて、まあね、11話はね、やっぱりコメント減るんですよね。1話越しにお見えになられてて、サイ・ゲームス、頼むからもうゲームを出してくれないかな。貯金口座を空にしてもいいから。<laughs> だから今年出る選手は大丈夫ですよっていうね、毎回のこのツッコミですけど、別にそれになんか暗雲が立ち込めてるわけでもなく、普通に宣言通り出るんでしょう。ただね、そんなにお金、まあ、ガチャゲームでしょうからどうせ課金はあるんでしょうけど、ずいぶん本当にね、ずっとおっしゃってますし、入れ込んでらっしゃいますね。まあ、もう10月ですし、安心させるためにもそろそろリリース日の告知ぐらいあってもいいかなっていうね。ね、もう、 あと、10、11月、10、12で今年終わりますけど、今度こそ大丈夫、いや、私も毎週、いや、だから大丈夫だっつってんじゃないですか、みたいなことを申し上げつつ、もう10月だぞっていうね、10、11、12で今年終わるんだが、まだリリース日もないんだが、みたいな。若干うっすらと焦り出始めてますね。まあ、だからって、お前大丈夫だつったじゃないか、みたいに責められることはないんですけど、それでもね、こんだけ毎週言ってた手前、なんとなく気まずいような。 このまま出なかったら後ろめたような感じしますけど、やっぱり心配してた方が当たるもんかみたいなことになるかもしれないですけど、まあ大丈夫なんでしょう。今のところ別になんかやばいっすみたいなことも聞きませんし。ええー、あとね、その前回のコースですね。<laughs> うん。もちろんこんな文化的な障害物コースと一緒に登場できるのはゴールドシップだけだとも。主婦スーパークリックありがとう。ああ。 あれが刺さったんですね。あと、ちなみに、運動会ってね、スポーツフェスティバルだと思われた方はいらっしゃらなくて、まあ、少なくともコメントにはなかったですね。ご覧になって、ちらっと思われた方はいらっしゃるかもしれないですけど、さて、次はサイ・ゲームス。今すぐ、馬娘の新たなシーズンを出してくれってね、この方、ご存知なくておっしゃってんですかっていうね、この方が <laughs>、まあ、二重に驚きなんですけど、この方は、レオン・ケブラーさんなんですね。あの、放課後、堤防二師のスレでは散々お世話になってる、スティッチーズを毎回作られて、で、 もう本当にいちいち築城解説でもされるつもりなのかっていうぐらい一個一個ね一場面ずつ取り上げられてコメントを添えられてる方ですけどそうこれね堤防の方でも申し上げたんですけど馬呼んでたまにご覧になってて私気づかなかったんですねレオンケブラーさんだったんですね馬呼んでもご一緒でしたかかかぶりますねご趣味がでねそのレオンケブラーさんがなんでね二重に馬娘の新たなシーズンを出してくれってねまさかのですよそりゃこれはねすぐに コメントが返されてまして、あなたがそれに言及したのも当然なのが愉快だ。カッコ。シーズン2はたった今発表されてるっていうね。<laughs> で、ね、レオンケブラーさん、Oh my ファッキング・ g g i ディエ e スっていうね。まあそうなんですけど、この、まさにリリースされたばかりで、大騒ぎが始まる直前ぐらいに、レオンケブラーさんが予言でもされるかのように、わかんないですけどね、スティッチーズを作られた霊言新たかなやつなのかわかりませんけど、アニメに捧げる情熱が天から、 受胎告知じゃないですけど、シーズン2告知を受けさせたんでしょうか。レオン・ケブラーさんに、ニ期が来るぞっていうね、2期ピキーンみたいなね、感じでおっしゃったのかね、わかんないですけどね、このタイミングでこの方がおっしゃってるのはまさに奇跡。で、馬4というね、この短編いかがでしたかっていう。この短編は楽しませてくれたし、死ぬほど可愛かったね。可愛さだけで言ったら、近年見ないぐらい本当に可わらしい絵でしたよね。素晴らしかったと思います。 これもっと称賛されてもいいぐらい、その絵の可愛さだけで言ったら、マジで今期ダントツナンバーワンじゃない堤防は動画工房さんでクオリティは高いんですけど、原作のもっとね、その少年漫画よりの画風も積極的に動画工房さんが組まれて残されてるんで、萌えに全振りというよりは、ちょっとそういう泥臭いところもさっと薄く残してある感じなんで、純粋に可愛さだけで言ったら、 馬まよん、今季最強じゃなかったかな絵の可愛さね。うん。内容も、みんなのやってることも可愛らしかったんですけど、ニキは嬉しいね、と。うん。まあ当然ですけど、ニキに関する言及はめちゃめちゃ多かったですね。馬まいよん11話のね、コメント4つだったのにね、<laughs> ニキ来た途端、まあそれは当たり前なんだけど。あと、こういうのはね、よく、その、そっちのスレでやれみたいなことは結構、レディットだと厳しいんですよ。なんだけど、もうこれはしょうがないですよね。みんなお互いに黙人ですよ。馬まよんのスレで馬娘ニキ、 ののニュースの話話すすするななんててそれはあんたででよっいいううからねしょうがヘリアーあと元のオープニングから帝王とマック・イーンの場面を抜粋しているようだねと。うん。私まだね、そのプロモーション第一弾のティーザー拝見してないんですよね。迷ってんですけど、もう知ってる作品だし、その知ってる前提の方にも意外性を届ける内容になってるんだろうなということも薄々うす感じておるんですけど。うーん。 まあ PV でネタバレとかそこを見せたら台無しじゃんっていうところ見せるわけないんで大丈夫なんでしょうけどそれでもさらに純粋に前情報なしの状態に保っておこうかどうかっていうねまだ迷ってるんですよね見ようと思えばいつでも見れますんで2期までの間になんでちょっとまだ見てない完全無知な状態で行けるうちは行っといてどっかなんかのきっかけであ これ見といた方がいいわとか、見とく必要あるわとかの判断になりましたら見ようと思いますけど、まだ拝見しておりませんが、テオとマックイーンが焦点当たってるみたいですね。ね、キービジュでも、テオとマックイーンでも、やっぱこの、このフランチャイズのキャラデザーって、どんだけ優秀だったかってことですよね。後ろ姿だけで、あ、テオとマックイーンってすぐわかるんですもんね。これすごいっすよ。で、絶対にみんなわかるってことを自信満々で、あのキービジュを出してこられるっていうね。うん。 作られてる PA ワークさんの方でもいかに自分たちのそのキャラクター作りの力が大きいかってことを自覚された上でのあの自信なんですね後ろ姿で走ってる二人だけのねえうん貫禄を感じるな私は、ね、本当ねうまんとに馬用の話動いたんだっていうね私は本気でこれがすごく嬉しいマックインはシリーズ半ばに加わっただけのこともあって他のスピーカーに比べて本当に焦点が当てられなかったそして一方東海は <laughs> 珍しい略し方だ ウマ娘の三大主要人物の一人だったが、ウィークや鈴鹿に。まあ、いっか。スペシャルウィークはね、どっちを撮るかですけど、どっちも撮る人がほとんどの中、ウィークっていう略し方。まあ、これで特定はできますけど。鈴鹿もそうですけどね。うん。鈴鹿は鈴鹿って呼ぶ人多いですけど、東海とウィークね。ちなみにあの、第一期の時に、ランダムランボープロダクションズさんのリアクションを拝見してたら、非常に言いにくそうに、エクスクリーグさんが東海帝王の 一般的な略称あだ名が帝王で良かったなと東海ってインドネシア語ではっていうことがあるんだということをね。まああのー、あんまり良くない意味のあんまり好ましくない。望ましくない。あんまりありがたくない意味を持っている言葉かっインドネシア語でらしいので、まあ、ご興味のある方はまあ、ご興味のある方はその時のご覧になってるでしょうけど、何話だったか忘れましたけどね。どっかでです。<laughs> つっかえない情報。まあでもね、どっかでおっしゃってました。一気のリアクション動画として楽しまれながら、その辺興味ある方は留意されてると、途中で出てきますね。あらーって思いましたけど、まあ本当にそれはね、ていでよかったな。ウィークは珍しいですけどね。ウィークや鈴鹿には及ばない立場にいた。これでスピーカーキャストの人物展開においても、 実に均衡に近づくし、私が前期で非常に見たがっていたシンボリの活躍も見られそうだ。この略し方も珍しいな、この方。珍しい略し方をわざと選ばれてるのかな。まあルドルフもあまりね、使われない、選択されない略し方ですけど。シンボリ。でね、ちゃんと。 馬セレなんで、馬四に触れられてる方もいらっしゃって、ああよかったと。私は毎週チビ、ちび馬娘たちを見るのを楽しんでいながらも、このシリーズではゴールドシップが出てこないのが残念だったが、最終回でこの非常識なレースをやらせるという、かっこ解説者なのに自分で1位を奪って、最高の見せ場のために取っておいたのだろう。この最終回は間違いなく私のお気に入りだ。でも本シリーズの2期が確実になったね。待ちに待ったゲームの発表を望んでいる人も、多いのは知っているが、 ね、すぐ上にねいらっしゃいますからねあんまり広くないこのスレの中でですからね割と近くにいらっしゃいますけど私自身は携帯ゲームをやらないので興味がなくどうしてもアニメの続編が見たかったので今回の発表は予想外に報われたものだった続編もぜひとも PA ワークさんに手がけてもらいたいね最初のもすごくよくやってくれたからねということでまあ馬4に対するね最高の素晴らしい三女を送られながら新たに会ってきた2期に対しても喜びのコメントで ごめんね、ゲーム待ってるみんなっていうね <laughs>。気遣いの。気遣いだけど、はっきりと私は興味ないんだなっていうことをおっしゃってるね。まあ、なかなか切符のいいコメントですけどね。PA ワークさんがやられるでしょう、もちろん。でね、そのゴールドシップなんですけど、また言われてますけどね、このセリフ。Some best girls are bester than others。<laughs> まあ、これ完全に公文おかしいんだけど、文法上わざと壊れた表現をされてんでしょう。Some best girls are bester than others。 彼らが本編の2期を作っているのを見れて嬉しい。正直に言って馬よんはとても楽しかったよと危ね <laughs> ちょっとこれね危ねえじゃなく危ねえっていうかちょっとドキッとしたんですよね。オーネストリーって書いてあったんでその後に来ることは馬よんすれでオーネストリーって言いながら後に続くのは正直馬よんって短すぎたよねとかやぶから棒すぎたよねみたいな感じかなと思ったんだけど良かった前向きな意見で正直に言って馬よんはとても楽しかったっていうね良かったふうでねやっぱり最後に。 来ましたねと。ヒーローは遅れて登場する本当に最後のために最高の話を残しておいたねベースト・グルーがついにレースに勝利したぞっていうねいやー本当にねゴールドシップねその一言だけのコメントとかも多かったんですけどついに来たゴールドシップみたいなね待ちに待ったゴールドシップが見れて満足だとかねとにかく諸手を挙げて歓迎されてる何ですかねあのゴールドシップの人望うーんまあやっぱそのすごく仲間思いで特にトレーナーさんを ずっと見捨てずに、あそこに留まっていて、で、何考えてるかよくわかんないやつだけど、常に一緒にいてくれて、足並みを揃えてくれていたっていうことも途中で明かされたりとか、他のメンバーに対する、まあとにかくその大物感、なんか威張って、なんかそのいかにも大物ぶったで大言相互のような発言もたくさんあるんですけど、ただそれだけの自信に見合うと認めざるを得ない実力もあるし、本当に仲間思いでね、 仲間を元気づける、チームの結束を強めるというためだけでも、本当に一生懸命で、がむしゃらに真剣に体当たりでぶつかっていけるっていうね。まあいろいろ暴走することもあるんですけど、でもやっぱりあの馬力とひたむきさですね。すごいですよ。まさか馬四がゴールドシップのために作られた舞台かのように、最後本当に花形だし、大舞台で主役を重なっていくという感じでしたね。ただまあそれちょっとね、あの野暮なこと言うようですけど、 ベストグルールが常にレースに勝利したぞっていうね、喜びのコメントに水を差すようで本当に心苦しいんですけど、レースはこれが本作初なんですよね <laughs>。今まで一回も競争あったけど、レースはなかったんですよね。まあいいんですけどね。その初にして、最初にして最後のレースなんだけど、まあ、じゃあやっぱり誰がそれをかっさらっていくかっつったら、奴しかいませんよね。っていう感じのコメントでしたね。結構本当にね、まあやっぱスピンオフでショートなんで、他の本寸法の尺がある、 まあシーズンあるシリーズに比べたら最終話という時の特有の悲壮感はだいぶ軽かったんですけどでもそれでもねあれだけ可愛らしくて愉快なショートシリーズが2期の方なしに12話迎えていたらもっと涙ながらの別れを惜しむコメントもあったでしょうけどねえ前回でしたっけでも申し上げましたけど2期の方があった上で最終回を迎えることができるっていうねすごい恵まれた状態で我々 馬4ファンは12話拝見しましたんで、彼方に大きな希望の光が見えた状態で、一つの作品の幕引きを拝見するというね、ことになりましたんで、まあこれはたまたまの結果なんですけど、ご中佐はね、私、今からご中佐を拝見していってるんで、最終回でも2期3期があることを分かっていながらの主張なんで、12話でも、ルンルンですわみたいなことは申し上げましたけど、まさか、馬ま4にもね、同じぐらいその悲壮感を救ってくれるニュースの、 飛び込んだ状態での最終話師匠というね幸運が訪れるとはいうことだったんでまあショート作品なんで空気は軽くなりがちとはいえ本来停止したであろう悲しみに満ちた様相とはかけ離れたすごく明るい雰囲気のディスカッションスレッドになっておりましたという感じですねさてで以上なんですけどあとは2期に向けてですね ニッキーはまだ公開されてないですけど、公開時期が公開されてないですけど、夏な予感がしてんですよね。あの、キービジュとかの、あと、ウマ娘が盛り上がる、ウマ娘に格好のシーズンといえばやっぱり夏かなっていう感じはしてるんですけど、まあわかんないですけどね。なんかじゃあ、ね、テイとマック・イーンが主人公なのかな一気におけるスペシャルウィークと鈴鹿みたいな感じの。で、あと、まだ PV は拝見してないんですけど、キービジュとかで、 子供の頃、少なくとも今より若い頃の帝王の様子が結構あちこちでお目にかかりますんで、あれから推測すると、あはあ、なるほど、過去に遡んのか。で、わかんないですけど、過去と今の話交互にあったりするのかもしれないですけど、もしそうじゃなかったとして過去に集中するんだとしたら、2期の最終話ぐらいでスペシャルウィークの状況の時が来るとかね、か思い出話として昔の話がたくさん出てくるのか、わかんないですけど、 そのスペシャルウィークというね、我らが一期では本当にみんなのね、希望と夢を託された我らが主人公、スペシャルウィークさんなんですけど、スペシャルウィークの時代以外にも、たくさんの素晴らしい黄金期が何度も何度も波のように押し寄せていて、輝いていた時代はいくつもあったんだということを描いていくのかな。まあ、これがだんだん過去に遡っていくんでもなく、みたいな、3期あればですけどね。 2期の方ぐらいのところで3期がどうなるか予想してどうすんだって話かもしれないですけどまあでも2期はそんな感じなのかな少なくとも過去がかなり大きく描かれるのは間違いないみたいですねまあ何しも楽しみですけどあとはそれねまあ夏ぐらいとして全然時間ありますんであと馬4でも使ったアセットが <laughs> 完全に私1人の個人的な都合ですけど汗とそのままいけんなってねただ低をにした方がいいかないぐらいのことをね準備としては考えておりますけどこれでいきなり まさか冬期、つまり1月からは来ないでしょう。どんなに早くても春期3月からでしょうからね。まあその辺を着地点に見据えながら、ゆっくりと情報収集とか、準備もしていって、あと1話の時にね、その2期のね、2期の1話の時に、2期の方に関してどんな反応があったか、凄まじかったんで、とても全部はご紹介しきれないでしょうけど、ただね、抜粋しながらでもご紹介したいぐらい熱いね。 もうわー言われてましたからね、本当に歓声が聞こえてくるかのような、トラックで聞こえてくるような、大歓声も書くやというようなコメントの厚さだったんで、その時にね、2期、2期は1話拝見するまでの間に、いろいろと見ていって、ご紹介しようかなと思っとるところでございます。っていうね、そんなもんですかね、馬4に関してもだし、2期決まった馬娘本線の方でもそうですけど、まあいろいろとここに来て、バタバタっとね、これはね、これを、 予定していたんだったたら完璧に決まりすぎたけどっていうねタイミングでいろいろとありましたけど馬用に絞って反応をご紹介したんですけどまあ結局ね馬娘の話みんなしたいよねっていうねことなんで両方愛取り混ぜてご紹介申し上げましたという感じなのと2期の開始時に2期回りの反応もまたご紹介しようかなというところですかねそんな感じでいろいろとお話ししていきましたあとはまたね来年になったらこの続きでね まあいろいろあるんでしょうけどまた p a w a クさんのすごい仕事が降りかかってくるんですね本当に毎回ねまあ、作画もそうだしその作品作りにかける情熱とか取材の熱心さとかもそうなんですけどまあとにかくねその物語ですよ熱さ大人の心にドシンと響くねあの熱さと重さと凄さまじい爽快感ねまあ、あれを味わうことになってでまたその時にね いろいろとウマ娘一騎のことも思い出しつつ語ってる人が多いでしょうし思い出しながらいろいろと拝見したりとか一騎をご覧になってた皆さんだからこそこの場面感じられるものがあるでしょうみたいなことがあるんでしょうなということを予期しながらまたその時までにね 情報収集と皆さんの反応の収集といろいろやっていきたいかなと思っているところでございます。というところですかね、今回は。そんな感じでアニメ「うま4」を振り返りながらいろいろとお話ししてまいりました。お付き合いいただいた皆さんありがとうございました。また新たなシリーズでお会いしたいと思います。それではまた。